私どもの方ではヒグマ対策について札幌ヒグマ基本計画という計画を作成しておりまして、ヒグマの被害を防ぐためにはヒグマと人が出会わないことが重要ですけれども、そのためにこの計画ではゾーニングという考え方を持っておりまして、市内を3つのゾーン、森林ゾーン、市街地ゾーン、そして市街地周辺ゾーンというゾーンに分けてヒグマとの住み分けを図っていこうとしております。今年は例年よりも出没情報の件数としては多くありまして、昨日時点9月1日時点で177件の出没情報をいただいております。今年の特徴としましては、例年に比べてまず春先から出没が情報多くありました。それと、これまであまり出没が考えられなかったような場所、例えば4月には清田区の市街地の中を走り抜けるということがありましたし、今も出没続いておりますけど、のっぽろ森林公園の付近でも出没があるということで、そういった点が今年の特徴かと思っております。昨年度が年間を通して137件でした。で、昨年度も例年に比べて非常に多かったんですけれども、それを今上回るベースで出没情報が来ているという状況です。この熊の情報、最初にその熊が出たぞというのを、はい、札幌市の方として把握されたのはいつ頃になられますか？そうですね、この熊とおそらく同一個体だろうというものは8月3日頃からですね、三住前地区で出没がありました。この熊ですね、最初のうちは、夜間に出てきて、例えば車が近づくと、茂みの中に姿を隠すなど、あるいは夜中のうちに糞などの痕跡だけを残して、いるというような状況でした。そういった状況から夜間に、人を避けて行動している、個体というふうに、捉えまして、そういった様子が伺えたということで、地域の方に、注意喚起、ゴミの管理であるとか、あと警察と協力してパトロールを行ったり、あとは電気柵なども緊急に設置をしたりといったようなことで対応しておりました。8月7日の夜から8日未明にかけての出没の時に、それまでは車を避けていたものが、パトカーや、私どもの車がそばにまで来ても、逃げることなく、そのまま菜園で例えばトウモロコシを食べ続けるといったような状況になりまして、人を避けずに行動するようになり、行動がエスカレートしているということで、問題行動するクマというふうに判断いたしました。今回の場合は、パトカーや私ども職員市の車でですね、ヒグマをこう山の方に追い返すように、車をこう、山より麓の方に、ちょっと熊よりも麓寄りに配置をしまして、なるべく山の方へと追い立てるような形で追い払いを試みました。当初クラクションは鳴らしたんですけれども、クラクションでは動じないというような状況でした。で、より強い刺激を与えるということについては、あまりヒグマを興奮させてしまった時の危険性ということもありますので、見守りを行いながら、熊が自発的に山の方へ向かうようにですね、少しずつこう追い込んでいくというような対応をしておりました。箱罠は2箇所設置しております。重機の使用につきましては、鳥獣保護管理法という法律がありまして、この中で、夜間の使用であるとか、あるいはこういう住宅街のような住居が多くある地域での、使用というのは禁止されております。鳥獣保護管理法とは別に警察官職務執行法という法律がありまして、その中で安全を確保した上で警察官の方の指示命令をいただければ、銃器による捕獲も行いうるという解釈がございますので、それに基づいて対応することとしておりました。住宅街の中では二次的な被害ですね、周辺の他の住民の方や、あるいは建物などにも被害が及ぶ恐れもありますし、ヒグマ自体も必ずすぐに撃たれたからすぐ倒れるという保証もありません。そういった中で、夜間は特に
危険性が高いということだったんですけれども、まあ、あの明るい時間帯の中では、そういったところもなるべくこう安全な状況がチャンスが来ればそこで、重機もしようということも選択肢に入れて対応したということです。8月14日の、まあ8月14日の朝6時6分に、まあ、重機による駆除を行ったわけですけれども、この時の状況としましては、朝4時半ごろに、このヒグマはあの、まあ、住宅街の脇の茂みからあの姿を消しまして、その後、猟友会の方、警察官の方、そして専門家と私ども職員が一緒に後を追跡するような形で、行動いたしました。まあ、そういった中であの住宅街からあのかなり離れた、鳥獣保護管理法上もあの重機の使用があの可能な場所でですね、ハンターの方、猟友会の方2名があの問題のクマを発見いたしまして、そこで駆除を行ったという状況です。まあ、今回あの猟友会の方もベテランの方が、来ていただきまして、その草木が生い茂るような山の中で、まあ、このクマを発見して、そしてあの確実にあの、手負いにすることなく確実にあの捕殺をしていただいたということで、本当に事故がなくあの解決できたという点については良かったと思っております。ですね、あの一般的には、麻酔銃自体のタイプとしては空気銃が多いと思います。あの規格性能として決まった数字があるわけではないようなんですが、単に飛ばすだけであれば30メートル40メートルと飛ばせるんだと思うんですが、相手に当てなければいけないということを考えますと、私どもがやれそうな範囲としてはだいたい10メートルぐらいまでなのかなと思っています。通常であればですね、檻の中の動物に麻酔をかけるときに直接注射で打てることもありますし、銃まで使わないで、吹き矢のようなもので麻酔をかけることが、ほとんどのものですから、それで通常は済んでおります。特殊な例で最近はあの広い飼育場も増えてますので、距離があるような場合に麻酔銃を使うことが、今後はあるかもしれないなとは思っております。ここ数年は、ゼロでしたね。空気銃と申し上げましたけれども、免許としてはですね、猟銃と同じものを、いただく必要があって警察署からもらっております。それから中に使う薬、これは、非常に管理が厳重な麻酔薬を使わなければいけませんので、薬事法の関係の免許などが必要になります。丸山動物園にも何種類かの、クマがおります。ヒグマよりも大型になる傾向があります。ホッキョクグマなどにも吹き矢で麻酔をかけることはあります。動物園内の動物についてはかなり人慣れしている動物になりますので、野生下の動物とはだいぶ反応が違うかもしれません。で、ただ当たった時には確かに驚きますし、麻酔が効くのに通常であれば10分15分という時間がかかります。安静にしている動物であってもそれぐらいの時間がかかりますので、その間は通常に動き回っております。ですけど、ちなみに先ほどの麻酔の時間なんですけど、はい、あれ安静にしてた動物園の動物が安静にしている状態で10分15分なんですよね。だからこれが興奮しているようなものとかだとやっぱり数時間かかったりとか、あるいは最後まで効かないということもあり得るんですよね。実は細かないろんなファクターがありまして、通常麻酔かけるときにはその体重に見合った薬量を選ぶんですが、当然野生動物は体重測定することもできません。ですので、多すぎれば死んでしまう、少なければなかなか効かないというような不自由な部分も出てきます。それから技術的なことをご存じない方にとっては、私自身もそうでしたけども、麻酔というと瞬間的にかかるようなイメージが強いんですが、必ずしもそういうことではないということで、
非常に生き物、体にとっても危険なものでもありますので、非常に難しいものだという認識はできれば持っていただきたいなと思ってます。それから通常、動物の、死なしてはいけませんので、健康のことを考えると、麻酔が覚める時の観察というのが非常に重要になります。これは人の手術などでも当然同じになりますが、おそらく近くにいることはできないと思いますので、正確な処置ができるということからはかなり程遠い作業になるんじゃないかなとは思います。麻酔銃で野生のヒグマを撃った時に、その撃った後のやはり5分10分については非常に想像ができない、場合によっては恐ろしい状態になるのではないかなと思いますので、もしどうしてもやらなければいけない時には相当な準備ができるかどうかを考えた上でやらなければいけないんだろうなとは思います。そうですね、もしも、今回のようなやはり問題行動をするような個体が現れて、やはりこの人への危害というのが懸念される場合には、今回と同じく、安全を守るために、駆除しなければならないと考えております。そうならないように、この引き続きですね、市街地侵入抑制策、この取り組みを推進をして、こういった新たな問題個体を生み出さないように取り組んでいきたいと考えています。